巨乱節剣、または乱節剣巨子は、李氏朝鮮時代の女流詩人。本名は元曽紀。乱節剣は豪。乱節とも。字は、京阪、本願は日川。広陵出身。弟は、ハングル最古の小説、後期地道伝の作者元。一族は皆、文と詩人として名を成している。三島詩人の一人、李徹西を学び。 八歳にしてその才能を発揮する。儒教道徳に厳しく、女性別詞の風潮のあった当時にあって、革命的とも言える死を残している。代表作には美しい女神が恋をするファンタジー、優先し、自身の二人の子供を失った悲しみを綴った、泣き子、貧しい女性の生活を歌った、貧女銀などがある。しかし実生活では不遇であった。15歳で、 金誠律にとっつぐが、凡庸な管理だった夫は、才能ある妻をうとんじて議女に短暦した。姑からは、息子が家庭を帰り見ないのは、嫁が至らないせいだと虐待を受けた。それが元で腹の子を流産し、ようやく儲けた二人の子も病によって、相次いで失った。一方で実刑が罪を得て、流罪となり実家は没落した。 それがさらに乱説の根下での立場を悪いものにした。秘策に生きる望みを託した乱説であったが、病を得、27歳で養成した。若く才能ある姉の死を悼んだ弟元によって200遍、あまりの遺構が中国の死神主のシルに手渡されたが、遺構の大半は夫やめたちによって、火に投じられたとされる。朝鮮においては長らくその評価は低かった。 儒教に基づく女性別紙の風潮のあった李氏朝鮮時代では女性による施策が認められるはずはなく女性が詩を書くという一点のみによって批判され続けたその質や内容に対してはまっとうな評価が下されることは朝鮮戦争停戦後までなかった第二次世界大戦を経て朝鮮戦争後韓国に男女同権思想が普及すると韓国の紫式部として 再評価される。2005年女性国会議員によるアンケートで診察の肖像候補の一人に挙げられた。現在では韓国で巨卵説権文学賞が設立され、若き詩人たちを見守っている。朝鮮では長年生き食い評価を得ていた巨卵説権だが、中国や日本では古くから知られ、称賛され続けた。中国では卵説権集が刊行され絶賛される。 日本へは1711年文大やジロベイが紹介した。ありがとうございます。